替えてしっかりできたっていうのが今の成績につながってるじゃない。投げる不安がないっていうことがまあ必ず条件。ファインプレーをなくしていく。社会人からこう、まあ、プロに入ってきて、で、まあ、とりあえず今あの社会人でパナソニックのチームを見ておられますけど、そういう社会人出身の選手っていうなんかこう特徴みたいなのは感じるところありますか？出身の選手の特徴っていうのは、まあ、そんなにはないと思いますけどね。まあ、でもやっぱり、社会に出て、まあ大学からね社会人になってで、まあ、その状況でまたね一発勝負負けたら終わりっていうプレッシャーの中でやってるっていうのは、まあ、プラスの材料はあるとは思いますけどね。ショートでまあもともとやってて、まああのまあ、聞いたところによると、まあ、そのやっぱりコンバート、まあ、やっぱりなかなかその受け入れがたい部分も本人はやっぱ最初はあったと、そこはやっぱり鳥谷さんも理解できるっていうか、そうだろうなっていうか、2年間ねショートやってたわけなので、まあ、なんでっていうのはあったと思いますけど、もう選手はねやるしかないんで、まあ、そこである程度、まあ、切り替えてしっかりできたっていうのが今の成績につながってんじゃないかと思いますね。結構その鳥谷さんの解説法でもその適性あるんじゃないかみたいな話を、されてた時もあったと思うんですけど、そ具体的になんか一番そのなんか どういうところがこう適性を感じられる？適性っていうか、まあ、そもそも早急にね不安要素があったので、やっぱり年間戦ってて早急に不安要素があるってもう非常に精神的にもきついんで、まあ、それがやっぱりセカンド行ったことによって、まあ、実質距離が短いので、不安要素が減るっていうのは、まあ、かなりこう大きいので、まあ、そういう意味でやっぱりショートを守るなら取る不安よりもやっぱ投げる不安がないっていうことがまあ必ず条件なので、まあ、そういう意味では不安要素がまあショート向きではない、それはセカンドの方が取るのはうまいけどちょっと早急に難あるっていう人はセカンドには結構いる。でも取るのは早急に不安要素があるショートって必ず外野かあの違うポジションに行ってる、まあ、そういう意味ではまあ、セカンドへのコンバートっていうのは、まあ、岡田さんもそれを感じてしてるとは思います。グラブトスとかの動画がバズったりとか、まあ、ファインプレーもまあすごく多い。でもまあそのショートの部分もそうでしたけど、やっぱりそのエラーもまあの数もある。これやっぱその一つ、まあやっぱりそのもちろん触るボールが多いっていうのもあると思うんですけど、まあ、守備範囲が広いというか、その兼ね合いというのはどう思われますか？いや、まあ当然ね扱う回数が多ければ、まあ、エラーの数も増えてくるので、まあ、それをやっぱりこれからはね本当にこのポジショニングとかでもファインプレーこうねファインプレーがいいみたいなこの流れがありますけど、ファインプレーなんかない方がいい実際は、2歩例えば早めに動いてそっちに守ってれば普通に取れるわけなので、ファインプレーするってことは同じポジションを、まあ、同じところにね、ずっといる可能性が高い。だからそれをなるべくねこれから年齢が上がっていくので、まあ、ファインプレーをなくしていくっていうのが、まあ、自分は、ここから長く生きていくための一つのポイントだと思ってますね。だから人によってやっぱりそのバットにボールがこう当たる瞬間というか、当たる前にもう何ていうんですかね、こう最初の動き出しみたいなのをこうするみたいなのを聞いたことあるんですけど、実際それはどうなんですか？その可能なんですか？いや、まあそれはもう経験とか、あとはあのデータとか、まあ、いろんなのを合わせて、まあ、一歩二歩なのか、まあ、それとも、先に投げる瞬間にもう先にそっちに寄っていくのかとか、まあ、そういうのをやっていって、まあ、ファインプレーはやっぱりファインプレーをなんかこうダイビングして取って投げてアウトにするのがこういいかっこいいみたいなね流れはありますけど、そうじゃなくてやっぱ二歩、ね、先に動いていったらそのまま正面取った方が確率は絶対高いので、ダイブして取るよりも、まあ、そういう意味ではなんかこう流れ的にファインプレーがね非常にセカンド行って多くなったからいいっていうような感じは自分はしてないですけど。ああそうです、ね、投げる前の動きの方が大事なんですか？その例えば球種バッターを考える、まあ、全部考えて、まあ、ポジショニングを動かしたりとか、あとは動いてみたりとか、まあ、でも今もう本当に流れがやっぱりもうデータが出てるんでここ守ってくださいっていう感じでもう終わってるので、ああ、まあ、そこまで、ね、こうどこは言えないですけど。その辺がまた経験だけのものと違う部分、もう今データが中心なんで、うん、バッティングについてはどうですか？いや、バッティングはね、もうコンスタントに、ね、結果を残してますし、まあ、フォアボール取れるようになったっていうのは非常に大きいと思います、ね。
ファーボールはね、マトリアさんも多分すごくこだわってらっしゃったポイントだと思うんですけど、その取ろうと思って取るためにこう必要なものと、あとまあ中野選手ができてなかったのができるようになったっていうその理由みたいなことがなんか見てて分かるところありますか？でまあ、一番はでもやっぱ WBC で近藤選手 の, その2番像っていうのを見たっていうのが一番大きいと思いますし、まあ、技術的な変化はあんまり感じないですけど、まあ、初球からガンガン振っていく、初球入りを見ていくっていう場面が非常に多くなったとは思いますけど、意識が一番大きいと思いますね。あとまあその、ね、あの近本選手、長野選手、大山選手、この3人があの、まああの怪我をしないかどうかがあの一番不安要素だみたいなことをこの前もおっしゃってもらったと思うんですけど、まあ、近本選手もね帰ってくるっていうことですけど、あの怪我をした中でそれでいうとチームとしてはよくしのいだというところか、どういうふうに思われてました？まあ、よくしのいだっていうか、まあね、今後の阪神にとってはね、外野手もいろんな選手がチャンスもらってますし、まあ、非常に良かったと思いますけど、やっぱりこの近本選手、中野選手、大山選手っていうのが、まあ、離脱するっていうことがチームにとって、まあ、非常にこう痛いっていうのは、まあ、近本選手の怪我で分かったと思うので、やっぱり打順もなかなか固定できなかったし、得点のパターンっていうのがなかなか見えなかったので、まあ、そういう意味では、まあ、近本選手、中野選手、大山選手で、まあ、一応この今現状成り立ってるっていうことだと思いますけど、ね、まあね、前半戦ってもう84試合終わって、まあ、後半戦がこれからまあ始まっていくっていう感じだと思うんですけど、まあ、もう同じようなことかもしれないですけど、キーマン後半戦というか、まあ、8月9月の大事なところ、ピッチャー1人、バッター1人、ちょっと上げていくと、ピッチャーは上げてほしいじゃないですかね。まあ、実質一番ね、あの数も投げてないわけですし、でまあ、昨年ね、一昨年の、まあ、実績もありますし、そこら辺がやっぱり、青井投手が頑張ってくれれば、まあ、夏場っていうのは乗り切れるんじゃないかなと思いますし、バッターで言ったら、まあ、大山選手、まあ、大山選手にどうやってつないでいくかっていうところが、やっぱり得点の一つのポイントだと思う。大山選手で、大山選手が打つことによって、その後ろのね、佐藤選手が、点数が入った後に立てれば、非常に楽に打席に立てると思うので、まあ、強いて言えば大山選手が